将棋の藤井聡太五冠がつい先ほど紀王戦挑戦者決定2番勝負で佐藤天彦九段に勝利し、紀王への挑戦者に決まりました。これで今年度内の6冠達成の可能性が出てきました。藤井五冠は将棋の8大タイトルの1つ紀王への挑戦権をかけて、午前10時から東京千駄ヶ谷の将棋会館で佐藤九段との対局に臨みました。 つい先ほど藤井五冠が81手で佐藤九段に勝利し、渡辺明、棋王への挑戦者に決定しました。棋王戦は来年2月から3月にかけて行われるため、藤井五冠には今年度内の六冠達成のチャンスとなります。 藤井五冠は24日羽生義晴九段の記録を破り二十歳5か月の史上最年少で通算300勝を達成しましたが来年1月からは王将のタイトル防衛戦でその羽生九段と対戦することになっています。